第1コーナー、わー、ぶれ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 、いいよこれ、結構挙動いいよこれ、わ、面白い、いや深いよこれ、コーナーの進入の時の挙動深いよ。こんにちは、ポンキシです。今回は2024年9月12日発売予定、テストドライバーアンリミテッドソーラークラウンの無料体験版が公開されたので遊んでいただきます。ええなと思ったらぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。さあ、今回ログインエラーでログインできないという方が多いと思うんですけども、 Windows の個人設定、時刻と言語のところの地域のところを日本から米国にすると遊べました。 YouTube で教えてくれた方ありがとうございます。あ、ログインできた、やったさあ、では早速遊んでいきましょう。3つの車から選んでくださいということなんですけども、せっかくなので私はベルディ Z を選ぶぜ。いや、オレンジが良かったなと思うんですけど、まあブルーにしときましょうかね。そして内装は白。さあ、早速走っていきましょう。ゲームの詳しい解説などは他のあまたある紹介サイトさん、 YouTube チャンネルさんにお任せして、漁夫乗りではいつも通りしっかり遊ばないとわからない車の挙動のところに注目してお伝えしていきたいと思います。さあ、今回 BGM 音楽はですね、他のゲームと同様めっちゃかっこいい音楽めっちゃ収録されてるんですが、YouTube の配信の都合上いつものフリー音源に差し替えています。いや、なんかもうね、これ街中を走ってる感じありますね視点をね、なんか右見たり左見たりもできますし、まあ、信号を、まあ、無視してはいけるんですけど、もちろんもちろん無視していけるんですけど、なんか街を走ってる感じありますね。いや、しっかりと街並みを作ってても、こんな風にね、街を走ってるなって思えるゲームってなかなか少なくて、ここら辺の感覚はなんか GTA の感じに似てるかなっていう気がしますね。さあ、では夜の雨の街も走ってみましょう。めっちゃ綺麗めっちゃ綺麗、いや、これはすごいな。香港島のこの繁華街の美しさ、このネオンのね、美しさがすごい出てます。いや、これ香港でやりたかった気持ちわかるな。これはいいね。これはすごい。めっちゃ綺麗。いや、これね、こんだけ綺麗かったら、すごく動作重いのかなと思うでしょ？めっちゃ軽いですよ。めっちゃ軽いかどうかちょっとわかんないですけど、まあ、うちの環境ではもうぬるぬる動いてますね。めちゃくちゃいい感じ。あ、これは綺麗やわ。これはやる気出る。これはやる気出る。ちなみに PC のスペックは、第13世代 Core i7 RTX4070Ti です。いや、昼の街並みもめっちゃ良かったですけども、夜はさらにひときわ素晴らしいですね。さあ、ではレースやっていきましょう。いや、これはかっこいいなかっこいいあ、やっぱ雨降ってるとこいいですね。さあ、スタート。第1コーナー。あ、 AI はまあ、これ1個目のレースなんですけど、1個目のレースでだいぶ AI 弱くされてますね。そんなに詰めた走りはしてないんですけど、一気に抜くことできましたね。さあ、あとは落ち着いて走っていきましょう。さあ、挙動なんですけれども、結構これはいいですよ。めちゃくちゃいい感じある。いや、このゲームの開発を担当しているのは KT レーシングさんなんですけれども、 KT レーシングさんといえば WRC シリーズですね。 WRC5 から WRC ジェネレーションズまでを担当したのがキロトン KT レーシングさんです。現在の e スポーツ WRC はコードマスターさんが担当してますね。 KT レーシングさんは WRC シリーズの時から車の挙動、ハンドリングにすごい定評のあるメーカーさんなんですけども、今回もね、いいですよこれ今回もこれいいですよ。うん、これはいいな。まあ、特に思うのはブレーキングとか、こういうところですね。ブレーキングで、そう、フロントに荷重を乗せて車を制御していくっていう、そういうところが表現されてますよいや、この手のゲームは危ないいや、今ね、荷重乗せきれずに、まあ、ちょっと試してたんですけどね、浅くしたらどうなるかって試したんですけど、やっぱ浅くすると荷重が乗らないでコーナリング難しかったですね。曲がっていく、こういう感じね、はらんでいく感じありますね。すごくちゃんとね、フロントダイブさせてからじゃないとターンインしていけない。あれ、ちょっと待ってちょっと待って、何これいや、実は多分ね、サーバーがすごく弱いので、ログインエラーでゲームに入れなかったり、接続エラーでゲームから落とされたりします結構まあ、そこはね、ベータテストなんでしょうがないところですね。さあ、ではもう一つの方の、これタイムアタックですかね、こっちをやっていきましょう。
さあ、スタート。さあ、いきなり1コーナー、右コーナーですね。さあ、このとこはどうか。いや、これ結構挙動いいな。結構挙動いいっすよ。さあ、右のターンイン、ブレーキングから。こういうとこね。しっかりブレーキングをして、左のフロントタイヤに舵を乗せていく。こういうとこ分かりそう。こういうとこ分かりそう。こういうとこね。しっかりと曲げにかからないと曲がっていかないですよ。アクセルを踏むだけ踏んでも全然ダメですね。しっかりと舵を乗せてターンインさせていくアプローチのところですね。このコーナーで見てみましょう。アプローチのところ、しっかりとフロントに、アウト側のフロントですね、アウト側のフロントに舵を乗せないとターンインしていかないですね。でスリップアングル綺麗に決めて、でこういうところですね。スリップアングル綺麗に決めて決まってへんけど、コーナリング中はスリップアングルも速度も一定、まあ、こういう感じのゲームで、これはかなりいいですよ。かなりいい、本格的本格的。さあ、ではどんどんやっていきましょう。スタート地点周辺にもレースなくなっちゃったので、ガソリンスタンドとか拠点にファストトラベルできるみたいですね。東の方にレースたくさんあるのでファストトラベルしてみましょう。さあ、スタート。最初コーナー、ブレー、あー、ちょっとちょっとちょっと、いや、ビビりましたね、今。さあ、右コーナー。大きな R の。さあ、一気に抜けましたね。さあ、これで落ち着いて挙動を見ることができますけども。うん。そうですね、やっぱりね。アプローチのところしっかりと荷重移動をして、フロントに、アウト側のフロントに荷重を乗せると綺麗にターンインしていくことができますね。でスリップアングルをしっかりとってピーっていう風にね、曲げていく、まあ FR の曲がり方ですよね。ブレーキで陽モーメントをつけてリアに陽回転を与えたら、今度はデフで曲げていく、まあラリーゲームとかグランツリスモでいつも言うてるやつですね。ここら辺がかなりしっかりと表現されてます。その手のオープンワールドレースゲーム、ドライブゲームでここまでしっかり車の挙動が表現されてるのはボルタホライゾンとこのゲームぐらいなんじゃないかなという気がしますね。ただもちろんこういうゲームっていうのは RPG 的に遊ぶゲームでもありますので、難しすぎる車の挙動にしたらダメなんですよね。遊べない人が出てくる。でもちろんね、そのあたりの配慮もされてます。全然難しいっていう印象はないですね。いや、このゲームは本格的なレースシムだという感じではないです。かなりカジュアル挙動の方向なんですけども、シムレーサーで大事な車の挙動のテイストがしっかりと入ってる、そういう感じですね。そのあたりはフォルザホライゾンのゲームのあり方にすごく似てるのかなという気がしますね。もちろん車の挙動はフォルザシリーズに似てるというわけではなくて、似てるのは WRC シリーズですね。 WRC シリーズの挙動によく似てるのかなという気がします。こういうとこね。さあ、単位のところ、そして定常位のところですね。単位のところ、こうね、ブレーキでドリフトしてる感じめっちゃいいな、これめっちゃいい、めっちゃ楽しいめっちゃ楽しい。正直ね、ここまでの期待はしてなかったです正直期待してなかったんですけどさあ、では次のレース行ってみましょう。次はタイムアタックですね。さあ、スタート。さあ、街中のレースなのでどうしてもね、直角コーナーばっかりにはなるかなと思うんですけど、多分ね、峠も用意されてると思うんですよね。マップ見てる限りは山の方、山手の方がね、あったので、多分峠も用意されてると思うんですけど、今回のレースは、まあ、見つけた範囲で言うとこういう街中のレースが多いですね。
これはこれで好きな人はめっちゃ好きなんじゃないかなと思いますね。ただやっぱり直角になりすぎないような配慮はされてますよね、これね。丸くされてますよね。普通の道路、本物の道路に比べると、まあ、本物の道路のね、ちゃんと丸くはされてるんですけども、本物の道路に比べると、こういう入るところね、直角に入るようなところ、こういうところはちゃんと丸く削られてますよね。こういう大きい道路はもちろんね、街中でも丸く削られてるんですけども、こういうね、こういうところはね、本物の道路も丸く削られてますよね。いや楽しいなこれ。いや楽しいよ、普通にちゃんと楽しい。やばいな。いや正直ね、このゲームどうせ大したことないやろから、もう買わんとスルーしようと思ってたんですが、意外とちゃんと面白い。意外とちゃんと楽しい。さあでは次のレースやっていきますよ。さあスタート。まああとは他のゲームと比べてどうかというとこなんですけど、危ない危ない。多分ね、画面の見た感じっていうと、ニードフォースピードなんかと比べるとね、スピード感はないと思います多分。まあ、もっとね速い車になってきたらどうか分かんないですけども、まあ、ニードフォースピードみたいにすごくスピード感のあるゲーム、絶対にね本物の車では曲がれないような速度で曲がっていけて、まあ、そういうねすごくスリルを楽しむゲーム、スピードを楽しむゲーム、まあ、ニードフォースピードっていうぐらいですから。スピード感を楽しむゲームなんですよね。まあ、それと比べると画面からはスピード感は感じられないと思います。なんですけど、まあ、車の挙動がねしっかりしてるので、しっかりとブレーキを踏まないと車を曲げていかない、しっかりと減速しないとオーバースピードになってしまう、まあ、そういうことがあるので、自分で運転しているとスピード感がないってことはないですね。ちゃんとスピードを感じることができます。ただ動画なんかを見たら、あ、なんやこれなんか遅いなっていう風に見えるような気はしますね。それはまあしょうがないことだとは思うんですけども、スピード感が増すような演出って特にはないんじゃないかなという気がしますね。ただまあ車がね最初の車なんで、これ改造もエンジンを少しいじったぐらいですかね、まあ、ほぼ初期装備の一番遅い車なんで、スーパーカーとか、まあ、めちゃくちゃ速い車になってきたらそれがどうなってくるのかっていうのはまだ分かんないですね。ただもちろんね、どっちが悪いっていうわけじゃないですよ。どっちが良い悪いではないです。まあ、ゲームなのでどっちが好きか嫌いかなんですよね。もちろんNeed for Speedの挙動演出の方が好きだっていうプレイヤーたくさんいらっしゃいますし、だけどまあ逆にそっちの方向性はあんまり好きじゃないなっていう方もいらっしゃって、もっと本格的な挙動の車でNeed for Speed遊びたい、まあ、そういう方にはもしかしたらこれは好かれるかもしれないですね。よーし。いや面白い。めっちゃ楽しい。さあどんどんやっていきましょう。次のレース、次のレースいきますよ。雨の不当ですね。雨の不当。さあスタート。さあだんだん AI の強さ強くなってきて、ちょっと頑張んないと勝てなくなってきてますよ。おお、混乱してる混乱してる。あぶれぶれ。さて先ほどのお話の続きなんですけれども、フォルツァホライゾンと比べるとどうなんですかというところなんですが、フォルツァホライゾンはね、もちろんこういう街道レース、街の中でレースをするっていうこともやるんですけど、道なき道を行ってみたり、オフロードラリーを楽しんだり、もっと言うたらね、なんか鬼ごっことかエイペックスレジェンズのようなサバイバルとか、ありとあらゆる遊びが詰め込まれてるんですね。まあそういうのと比べるとちょっと違うかなと思います。ただ車の挙動のコンセプトは似てるのかなという気がしますね。本格的な車の挙動の物理エンジンを元にして、そしてかなりね遊びやすくなるようにアシストを入れる、そういうコンセプト自体はかなり近いかなっていう気がしますね。もちろん挙動そのものはね全然違うんですけれども、現在フォルツァホライゾンの最新は5なんですけども、フォルツァホライゾン5はフォルツァモータースポーツ7、これは現在の最新
フォルザモータースポーツの1個前のゲームに当たります。その7の車の挙動にアシストを1台入れた感じのようなゲームになってます。で、まあ、このゲームはどうなのかと申しますと、 WRC ジェネレーションズに、まあ、かなり数段アシストを入れた感じかなという気がしますね。こういう雨の路面でも、まあ、普通のレースシムとかラリーシムだったらかなり気をつけて運転しないとオーバーステアがすごい出てしまったり、最悪でスピンみたいなことに、ね、なりかねないんですが、ほとんど何にもしなくてもそういう動きはしないですね。まあ、そういう動きするんですけど、ちゃんと走っていく方に自然と収束していく、まあ、そんな感じですね。ちゃんと車らしくオーバーステア出るんですけども、回復操作までのマージンがすごく広く取られてるのと、回復操作をしてやるとめちゃめちゃシビアな操作をしなくても簡単にいい方向に車を修正していくことができる、まあ、自然とそういう方向に車が向いていく、そういう感じになってますかね。なので、まあ車らしい車の遊びをしながら、まあレースシムね、遊んだらめっちゃ疲れるんですよねめっちゃ疲れるんですけど、そういう疲れるとこがない、もしくはまあないとまでは言わないですけども、めっちゃ楽、すごくいい調整になってるんじゃないかなと思います。いや、これは面白いよこれは面白い。さあ、では一番最初のレース、途中で接続が切れて止まってしまったので、ちょっとリベンジしたいのでリベンジしてみたいと思います。あ、人がおる人がおるよえ、これ遊べるんじゃないですか、この人と。あ、ダメみたい、接続切れたスタート。いや、惜しかったですね一緒に遊びたかったですねまだちょっとそこまでは、えらいこと、えらいこと、めっちゃ狭いし、めっちゃ狭い、まあまだそこまではねできてないのかなっていう気がします。まあサーバーが最低限しか用意されてないと思いますので、対人戦はできないかもしれないですね、まだね。まあ、できてる方もいらっしゃるかもしれないですけど、今回私は結構遊んだ、2時間ぐらい遊んだんですけど対人戦できてないですまあそれはそれとして、全然ね CPU 戦もすごく楽しくできてるんでいいと思いますよ。 AI 戦もすごく楽しいです。あと他のゲームと比べてどうかというところで言うと、ザ・クルーモーターフェスですよね。モーターフェスと比べるとどうかというところなんですけども、モーターフェスはモーターフェスで、前作と比べるとかなりカジュアル挙動に本格的な車の挙動のテイストが入れられた、まあそういう感じのゲームだったんですけれども、それでもまあどちらかというとカジュアル挙動のテイストの強い車の挙動なんじゃないかなと思うんですけど、このゲームの車の挙動はそれと比べるとかなり本格的かなと思いますよ。まあ、やっぱり車のブレーキングのところですね。フロントをダイブさせていく感じのところが結構それっぽい、いい雰囲気出てますよ。そして低上位に入ったところですね。ここも結構いいですよ、これ。車っぽい動きをしてくれるんじゃないかな。まあ、そんなような気がします。まあ、もちろんね、シムレーサーと比べるとどちらもね、カジュアルなんですけども、その度合いですよね。度合いがどの程度なのか。まあ、これは比較で言うしかないと思うんですけども。比較で言うと、ニードフォースピードが一番カジュアル。そして次が、ザ・クルーモーターフェス。そしてその次あたりに、フォルツァ・ホライゾンとテストドライバーが入ってくる。まあ、そういう感じですね。フォルツァ・ホライゾンとテストドライバーどっちがカジュアルかっていうのはちょっと難しいですね。方向性がまあちょっと違うので直接比べるのが難しい。まあ、両方ともいわゆるシム系度と言われるジャンルですかね。ただアシストが強くかかってるなっていうのが結構テストドライブの方にあるので、テストドライブの方がカジュアルかなという気がしなくもないですね。うん、トラコンと ABS のところは明らかにテストドライブの方がカジュアルですね。ただまあそれだけじゃないですよ。それだけじゃないので、まあ全体の印象で言うとちょっと難しいですけど。さあ、ではレースはもうこれぐらいにして、ちょっとねホテルに帰ってみましょう拠点のホテルに帰ってみたいと思います。あ、ホテルソーラーホテル結構立派やなさあ、ではホテルで何ができるかちょっと見ていきましょうかね。ロビーは全く相手してくれません無視されてますよさあ、2階に服屋がありますね。ちょっと買ってみましょう。さあ、サンドイエローのデニムのパンツにピンクのノースリーブのへそ出しエロいやつあとはキャップとメガネかけときましょうかねさあ、そしてここではキャラメイクができそうですね。これはちょっと時間かかりそうやからいいかなそしてエレベーターから自分の部屋に上がるとめっちゃ豪華めっちゃ豪華。いや、この部屋泊まられへんよ僕え、一泊いくらするんですかこれ。お高いんでしょお高いんでしょこれあ、寝室、いや、これはちょっと無理やろ僕には僕には無理やろ。あー、外が見える、外が結構高いとこいますよこれ。結構高いとこにいるんじゃないですか。いやー、こんなとこに住めないよ、こんなとこにあ、窓から外が見える。
うわー、いい景色やな。見ろ、人がゴミのようだ。いやー、めっちゃいいな。めっちゃいいもうこれ。はい、今回テストドライブアンリミテッドソーラークラウンの無料体験版を遊んでみたんですけれども、いやちょっとね、いい方に期待を裏切られましたね。正直全く期待してなくて、ね、まあログインエラーで遊べないじゃないですか。ログインエラーで遊べなくて、うん、やっぱりね、そうやと思ってたよっていうふうにね、早合点もしてたんですけど、遊んでみたらもう期待以上の出来でしたね。まあオープンワールドのゲームなんで、もっとバグだらけで進行不能になりまくるやろうとかね、もっとイベントスカスカで何にもないのっぺらぼうの感じやろうとかね、まあ思ってたんですけど、奇遇でしたね。このデモ版を見る限りはかなりまともにできてるんじゃないかな、そんな風に感じてますよ。そして特筆すべきところはやっぱり挙動ですよね、車の挙動。いや、この手のオープンワールドでドライブとかレースを楽しむゲームっていうのは、カジュアル挙動にするのが鉄板なんですよね。多くのお客さんを楽しませるためには、もうかなりカジュアル挙動の方に振っていかないといけない、そういう面がねあると思うんですけども、このゲーム車の挙動はまあカジュアル挙動ではあるんですけど、もちろん相当凝ってますよ。相当凝ってる。いや、オープンワールドのレースゲームやりたいけども、カジュアル挙動のレースゲームは嫌なんだよなっていうね、ユーザーの皆さんもまあ多くはないんですけどね、数は多くないんですけど、結構いらっしゃるんですよ。少数派なんですけど、まあ確かにいらっしゃるんですよ。で、私の場合はニードフォースピードとか結構好きなんで、まあその車の挙動はどっちでもいいんですけど、だけどこういうね、実際にある街に車を乗り入れて、その車の挙動がリアルやったらめっちゃおもろいやろなとも思います。そういうゲームやってみたいなとも思います。で、今回のテストドライブはそこのところにだいぶ寄せてきたなっていう印象がありますね。売れるか売れへんか、支持されるかされへんか別として、私にとってはめっちゃ面白いゲームに仕上がってるのはもう間違いないですね。間違いない。はい、今回はレースゲームの紹介動画になりましたけれども、普段はラリーゲーム、レースゲームの攻略動画で楽しんでおります。ラリーゲームの攻略はこのチャンネル、レースゲームの攻略はサブチャンネル、黒い方の魚粉類ですね。今ご覧のチャンネルのトップページの少し下に行ったところ、このアイコンがサブチャンネルになります。もう一個だけ動画見ていただいて、それでもええなと思っていただけたらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。ほなまたね。いや、発売日9月12日、いや買うつもりなかったんやけど、買うつもり全然なかったんやけど、買わなあかんから、あ、これは買わなあかんから。